マービン・トラのカナダ組です。日本代表ペアの2人、高橋成美、マービン・トラン組。曲はイマジン。初めて出場したシニアの世界フィギュアで日本勢過去最高の9位をマーク。高橋は言いました。来シーズンは確実に表彰台に上がれる存在になりたい。世界フィギュアでも表彰台をもちろん狙います。荒川さん、この2人の息は年々ピタリと合っていますよね。本当そうですね。非常にスケーティングに力もこもってきて、そして2人の息も合っていますから、見栄えのするペアのチームになってきました。そしてペアチームとしては大柄な方ではないんですが、動き一つ一つに大きさがありますので、非常に実際よりも大きく見えますよね。あっと、これは愛嬌です。待望の日本代表ペアの2人、スタンディングオベーションで拍手を送るお客さんの姿を見られます。この高橋成美、マービン・トラン組、荒川さん、いかがでした？技一つ一つが洗練されてきましたし、エッジワークが非常に正確ですので、競技に入ってもこういった部分生えてくると思いますので、飛躍が期待されますね。先シーズンはダブルツイストリフトだったんですが、今シーズンからはトリプルツイストリフトを入れると話しています。フィギュアスケート日本代表はペアも強い、それを証明する1年が始まりました。